困ったんだ。困ったんだよ。これは楽でいい。これ楽でいい。あの反対を言えばいい。今言うと切れちゃうから。さあ今日は八方にやってきましたけど雪ですわ。一日雪みたい。なんか今日はパノラマコースも圧雪が全然終わってなくて、今ようやく圧雪してゲレンデが解放されました。3月の終わりだというのに一日雪みたい。でもやっぱいいね、新雪は。今日は久しぶりにぶっ飛び隊長と一緒なんで、今日もぶっ飛んでもらいましょう。すごいね、雪が。大雪だよ。すげえ降ってるな。GoPro のカメラレンズはどう？雪溜まってない？溜まってないけど、ちょっと下の方にカメラ始めて。GoPro ビデオストップ。ねえ、降るね。スキー場は大歓迎かもしれないけど、久しぶりだな。あの蔵王行った時以来ぐらいじゃない。あんまり降ってたね。風もあったしさ、気温が違う。ホワイトアウトだもん。オリンピックいつだっけ？来年の夏だよ。夏？7月とか8月？ほんでチケットいつから始めるの？4月から。あ、今年の？ああいうのさ、例えばじゃその嫁さんが欲しい券をさ、まとめて10枚買うじゃん。今ね、だからね、楽屋とかなんないように、その本人にしか入れないんだけど、もし行けなくなっちゃったら、それをだから公式なところで転売。ああ、それいいんだ。じゃあ身元もちゃんとはっきりしないと券買えないってこと。そうだから、ちゃんと身分証明が入って券と、もちろんもだからアプリとか、アプリとか、はいはい、スマホでこう、紙出して、なるほど、できるらしい。まあ、選べるらしいんだけど、こっちでもいい。なるほどね。53番
番リスクでお願いしたゴールデンサンマン食べて1本目ですが、雪はまだ降ってる。でも雪質はいいね。滑りやすい。滑りやすいね。下もさ、見えるしさ、このくらいならいいわ。ねえ、滑りやすい。いた。そうかもしれない。天気悪いから。いけそう？まあまあ、ゆっくり行こう。メンバーズ5ポイント貯まりました。無料リフト券が1回もらえます。すごいよ雪が。遭難しないようにしないと。こんなに降ると思わなかった。新雪はどうだろうね。30センチぐらいはあるね。30センチ以上はあるかな。3月恐るべし。明日はもう4月だけど、明日は最高じゃない？八方、今日もありがとう。今シーズン最後の滑りになりました。楽しかったスキーシーズンも今日で終わりです。今日は新雪で滑れたので、一日楽しく過ごすことができました。また来年よろしくお願いします。
怪我もなく無事に終わりました、まあ、来シーズンまた頑張りましょう、はい、今シーズンお疲れ様でした。ありがとうございました。